11月3日開催の全日本大学駅伝、愛知、名古屋市、三重、伊勢市の関東学連推薦校選考会、関東地区選考会が行われ、早稲田大、総大が3時間55分50秒18で3位となり、18大会連続30回目の出場を決めた。昨年の本戦で10位となり、シード権を逃したが、 しっかりと上位7位以内が得る本大会の出場権を手にした。花田勝彦監督は、最低限きっちり目標達成できたかなと思いますけど、やっぱりちょっと予選あって難しいなっていうのは感じましたと総括した。各2選手が4組に分かれ、8人の合計タイムで順位が決まる選考会。1組目が想定より早く、2組目は遅くなり、上位争いからやや遅れた。 流れを引き寄せたのは3組目の1年生、山口俊平。序盤から集団の後方に位置していたが、集団が遅かったなと思ったので、出れば大使先輩も出てくれるなと思ったので、出てくれって意味で出ましたと7000メートル付近で一気に先頭に躍り出た。それまで集団を引っ張っていた4年の伊藤大使を促すように仕掛けた。 見ている人が面白いんじゃないかとペースアップでレースを動かしに行きながら、同時に自分から動かして拾っていった方が良い。先頭をすぐに伊藤に譲って再び中段まで下げると、そこから一人一人を捕まえて、29分11秒26の7位でゴールした。直前には選考会の重圧から、監督に自体もほのめかすほど緊張感が高まっていたというが、 レースでは大胆で冷静なレース運びでチームに貢献花田監督も11番心配してた山口が本当にいい走りを見せてくれてあれがかなり大きかったと称えた最終4組目ではエース山口智則3年が28分36秒15で日本人トップの4位に入りなかなか自分の納得のいくレースがなかったので ここでしっかり日本人トップを取ろうと思ってましたと存在感を見せた。三大駅伝の出場権をしっかりと確保し、秋以降につなげる夏の合宿シーズンを迎える。